今回もご視聴ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。現在夜の10時でございます。今からですね、妻と深夜のドライブデートに行きたいと思います。目的地は長野県信濃でございます。まあ行く理由としましては、そこにアースボードというですね施設がございまして、そちらにはですね自然に囲まれた施設がございまして、そこにはサウナもあって非常にですね魅力的な場所なんです。今回はですねそちらで一泊旅行に行きたいと思います。まあ一日で行くとちょっとね距離があって4時間ぐらいかかるんで、今から出まして、まあ12時ぐらいに着く場所、まあサービスエリアで睡眠をとって翌朝ですね目的地に向かいたいと思います。まあ妻とですね愛車プラドで車中泊するの結構久しぶりなんで楽しみでございます。はい、それでは行ってまいります。ボンジューワイフ内藤です。久々に聞いた。なんか被ってますね。久々に車中泊ですね。楽しみです。ワイフ内藤さんとの車中泊はこれ最後になるかもしれないですね。プラドちゃんを売却する予定なので、感謝とお礼を込めて、はい、車中泊していこうと思います。はい、というわけで今から長野県安曇野の方になるのかな、今日の宿泊場所は、に向かいたいと思います。猫とこんばんにゃ安全運転で向かいたいと思います。あれ、なんかあそこに猫がいる。友達ちなみにすっぴんだからですよね。サービスエリアに着きました。めちゃでかいよ。ちょっと私お腹空きまして。で行くんだ。行くの。行こうか。あなたも行くの。その感じで、うん、大丈夫。魚売ってるかな。魚、魚が好きなんだね。魚加えていい。いいよ、ドラ猫だね、うん、ちょっと私は夕ご飯を食べそびれてしまったので、ここでご飯を食べたいと思います。エナキオサービスエリアはめっちゃでかいですね。すごい、夜なのに滝が流れてる。え、え、でも外だよ、うん、大丈夫。大丈夫。大丈夫なの。五平餅通算10万本売ってますわ。年間年間 10万本五平餅。丼もやってますよ。茹で機故障中でうどん商品がご提供できる。ラーメンはいけるかもしれない。ラーメン茹でるやつで茹でてくれんかな。お店違うんじゃない。さすがうどんはダメだけど、そばはいけんじゃない。そばいけます。そばいけるんだ。シュウエー。僕こんな時間にラーメン食べること何年ぶりだろう。マジで。そうだね、キャンプで夜それでもこんな時間には食べない。食べない。普通にめちゃくちゃうまい。おお、よかったね。サービスエリアのレベルじゃない。あ、めっちゃ美味しそう。なめことろろなめこそば。いただきます。いやいやいや、猫舌。猫舌やねん。それ口大丈夫。つかんのや。あち。やっぱ猫舌なんだ。猫舌。うん。うんうん。美味しい。うん。よし、これで運転頑張れそうです。あと2時間ぐらいかな。おお。本日の車中泊ポイント、あずがわ。あとでちょっとベッドを作って今日はもう寝ます。はい、歯を磨いてトイレも24時間やってるということで、お水を買ってベッドを作って寝ます。よいしょ。こっちもハマってる、うん、リンクス工房さんのベッド組み立て終わりました。簡単ですね。なんか食材持ってきてますね。一昨日いただいたパンがもうちょっと硬くなり始めてて、
おそらく私たちがこの車中泊から帰ってきたらもうカッチカチになっちゃってると思ったので、卵と牛乳で浸して、うん、明日の朝ごはんにしようと思って。フレンチトースト。そう。どうですか内藤さん。仕込んどきましょう。仕込んどきましょうね。こうやって家を空けることが多い我が家は結構食品をダメにしちゃいそうになってしまうので持ってくることが多いよね。そうだね、ダメになりそうなやつから。ゴミ袋とかある？もうちょっと暑くなるかなと思ったんで扇風機一応ね持ってきました。あと一応ね氷枕持ってきたよ。あ、そう、めっちゃいいやん。3時間ぐらい仮眠とってなんか朝食作れそうなところに行ってコーヒーでも飲んで朝食、あ、氷枕なんかちょっと散策して、3時がチェックインなんでそれまで長野を散策しに行きたいと思います。あ、快適だ。いいよね、2人ぐらいだったら。大人2人だったら全然寝れる。何この快適さ。扇風機あるし。プラダちゃん手放すの、これはちょっとやめようかな。ねえ、そうなっちゃうねこれ。というわけでおやすみなさい。おはようございます。もう Wi-Fi の差が起きてるみたいですね。朝の7時8分でございます。寝れましたけど、もうこの時間では車の中はかなり暑いっす。おはようございます。おはよう。あ、もう猫じゃなくなったね。え、何猫って。あ、行きますか。はい。マスク。すぐ近くにアルプス公園という、松本市アルプス公園というところがございまして、結構景色もいいので。昨日仕込んだ朝食ね。はい。フレンチトースト。フレンチトースト。ボンジョーですから。ですからじゃないよ。というわけで迎えたいと思います。めっちゃいいところじゃん。そこでコーヒーと朝食を作りたいと思います。どう？いい感じ。めっちゃいいよね。サクッと朝食でも作りますか。マジでめちゃめちゃうまい。内藤さんフォーク持って手で食べて。え、おいしい。やっぱ天才だよね。本当。いや、マジでめちゃくちゃうまい。楽しみ。うん、一番おいしいね今までで。一番うまいフレンチトーストだね、うん、本当に。おいしい。
結構衝撃的にうまい。すっごいおいしい。美味しいフレンチトーストありがとうございました。ありがとうございました。すごい美味しかったです。というわけで、はい、今夜はバーベキューということで長野県のお肉を買いに行きたいと思います。レッツラゴー。レッツラゴー。元気になりましたね、またね。はい、着きました。喜楽精肉店さんです。喜楽精肉店さん。ここは事前に予約を欲しいものを言ってカットしてもらって、うん、準備してもらわなきゃいけないみたいなので、はい、皆さん電話で準備してもらってください。はい、お値打ちだし、優しいし、ね、親切で、はい、めちゃくちゃ。というわけでお肉購入しまして、はい、今からですね目的地に向かいながら近くにマダラ小山というところがございまして、うん、チェックインまでねまだ結構時間があるんでちょっとそこで散策しながら、はい、行きたいと思います。はい、はい、というわけで、野尻湖テラスかなに着きまして、はい、ここ一応登山もできるし、まあ、ロープウェイ使って10分ぐらいで行くこともできますが、どうします？ロープウェイで。いや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 。早いな、結構。私登山初めてなんですよ。食い気味だったよな、やったら。いや、ちょっとロープウェイで行くか。ロープウェイで行って帰り下ってこっか。帰り下ってこよう。わかりました。じゃあ靴履いた方がいい？あ、そうか。じゃあ、はい、履きましょう。はい。軽ハイキング。そうだね。ちゃんと、でも靴は持ってきてたんで。余裕だね。行きましょう。まあロープウェイだけどね、まず帰り歩いて帰ってこようか、はい、散策がてらリフト乗り場。片道往復チケットですね。往復しか売ってないそうですけど、大人2人で3000円でした。いろんなアクティビティがあってキャンプもできるし、パターゴルフ、ボルダリング、ラベンダーツ。へえ、ラベンダーツには無料。このご時世に攻めてる場所ですね。あそこ見てよ、なんかバルーンみたいなやつぐるんぐるんになってますよ、子供たちが、うん、涼しくて涼しいね、うん、比較的気持ちが良いですね。あ、これケンケンパで行くんじゃないですか。ケン違うみたいだね。ずっとケン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 言ってるよ。ケン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 言ってますわ。パーあった？パーあった、あったね。あ、クマもいるみたいですね。気をつけましょう。うわー、すごいし、上のあれも降ってるやろ。え、持ってきたカッパ。ててなんで持ってきたって言ってたじゃん。なんかちょっと怪しいな、そこ。ここは一応野尻湖が、こんにちは。野尻湖が一望できるそうなんですけど、めちゃくちゃ切りかかってます。森林浴広場 100m でありますね。想像以上に真っ白だぞ。何にも見えないやないかーい。今エコーかかったね。エコーかけときました。晴れたね、ちょっと。森林浴のところも結構良かったね。気持ちよかった。トレッキングコースです。何今バレないようにしなかった。ずわっつってちょっと滑った。気をつけてね。たまにはね、自然の中歩くと気持ちも癒されますんで。これ大葉じゃない？ちゃうわ。ちゃうよね、多分ね。野に咲く花のように。春の歌じゃないそれ。違うっけ。はい、来ました。気持ちよかったね。ここは本当に軽くハイキングも行けるんでおすすめですね。焼きトウモロコシ一つください。すごい。しかも体験もできるんだ、うん、おやきを買おうかなと思ったんですけど、おやきは上のレストランしか売ってないっていうね。はい、ハズレじゃない？ハズレか。うん。あ、でも甘くて美味しい。ちょっ
ごい痩せてる。400円。これはいかんわ、ここ山越村さん。もうちょっとな、これはいかんですよ。夏の時期ってもうちょっと元気だよね、トウモロコシって。でもこういうのはクレームじゃないよ、ちゃんと正直に。がっかりさせられたら、ここがせっかくこんなもろこし村ってやってるのにもったいないじゃん。だって収穫で、収穫祭もあるんだよね。屋台のトウモロコシのもうちょっと元気やで。次回に期待。そうだね、たまたまかもしれないし。はい、というわけで今から本日の目的地アースボートに向かいたいと思います。サウナサウナ、イエイ、久しぶり。はい、ここを曲がったら、はい、もう なんか急にさ、天気めっちゃ悪なってない？ちょっとさっきまで晴れてたんだけど。ちょっと、ボートさん、やっと来れました。いいですね。はい、はい、約1週間前にこういったメールが届きまして、注意事項などは開くとノーションページに飛んで、ノーションページに全て書いてあるっていう形ですね。宿泊者情報などを事前に登録しておく必要がありますと。先に部屋一回見に行きましょう。カートも用意されているので荷物も運ぶのが楽です。こちらに、まあ、途中で薪が足らなくなってもここで取りに来て補充できるという形になっております。アースボードビレッジ黒姫ですね。すごい、もう村を作っちゃったわけだ。作りました。すごい、もうさ、ロモ？いや、めっちゃ気持ちいい、ね、外気浴もめっちゃいいんじゃない、うん、これ気持ちよさそう、うん、早速もうさ、巻き炊いとかないとね。そうだね、これはこっちから写真撮るべきだ、明るいうちに。すごいですね。というわけでセルフチェックインですね。ここで Wi-Fiを繋いで、まず、はい、繋がりました。顔写真を、はい、撮ると。でこの写真をしようと、こんな写真になりました。あー、イケメンですね。あー、ありがとう。パスコードが発行されましたので、はい、ここでパスコードやります。ポリポリ、開いた、開いた、はい、開きました。ダン、はい、こちらでございます。うわ、いきなり木のいい香り。あ、素敵なところじゃない。あ、書いてたよ。あ、うわ、めちゃめちゃいいじゃん。素敵なところじゃないの、ライトさん。先にもうた、そうだね、もうサウナの火をつけないと間に合わないぜ。すごくシンプルだけど素敵なところです。はい、
出てきた。いい感じ、いい感じ。ちょっと出そう。ガンガン行こう、ガンガン。ガンガン行きましょう。よし、入ろう。お邪魔しよう。うわー、すごい。どう？結構もうあったかい。めちゃめちゃいい。あー、気持ちいい。あー、いいね。まだ上がりきってないけど。これなんか私、うん、ちょっとじっくり50度ぐらいで徐々に上げていこう、うん、時間はたくさんあるので久しぶりだからちょっとだけかけときますね。あ、めっちゃいい。どう？久々。なんかね、この温度からのスタートもいいね。そうだね。暑すぎず。自分たちでやるサウナってさ、うん、好きな温度ぐらいから入れるから気持ちいい。確かに、うん、なんか最初から用意されてるのもいいけど暑すぎるとさしんどいよ、続けられないもんね、え、むせちゃってんじゃん。めっちゃ気持ちいいです。いいよね。やばいです。温度上がってきたね、ちょっと。うわ、やばい。最高。うん、失礼します。ふう、気持ちいい。よいしょ、よし、整いますか。わあ、最高だね。めっちゃ雨降ってきた。でもなんか雨は雨ですごい気持ちいい音が。雨の音も気持ちいいよ。うん、雨の音すごい気持ちいい。よいしょ。すごい気持ちいい。めっちゃいい音だね。すごい雨降ってるけど。雨は雨でいいね。ね。気持ちよすぎへん。なんか温度がちょうどいいよね。いやー、めちゃめちゃ気持ちいい。ここちょっと一泊だとチェックインが3時でチェックアウトが10時なので、まあちょっとタイとかな、サウナやりながら夜ご飯、そして朝ご飯とか考えると、なんか朝もゆっくりサウナ入りたいなってなると、まあ2泊あった方が余裕あるかなと思いますね、うん、2泊しましょう。2泊にしましょう、うん、なんかすごいミニマムでいいかも。
そう、私たち今までいろんな素敵なサウナ行ってきてどこも素敵だったけど、広いところはちょっと落ち着かない、うん、なんかいっぱい回らなきゃっていうワクワクもあるけど、うん、ドキドキしちゃって、ここは本当にすごく最小限のスペースで、うん、すごい心地がいい。いやすごいなって思うのが、この本当にコンパクトなスペースにサウナが入ってるっていうのがすごい、うん、いや本当に素晴らしい、ね、すごいよね。サウナ初心者の人でも楽しめると思う、そう、気持ちよすぎて、うん、最高です。やばいよ、頑張るよ。私もワイフ内藤さんのターバンでも借りようかな。いいですね、メンズもとっても、あ、いいですね。行ってきます。これからの時代はサウナハットじゃなくてサウナターバンだぞ。だぞ。道の駅で買ってきたお野菜と、高須んちでもらったお野菜と、うちの田舎からおばあちゃんちからやったぜ、はい、もらった全部もらい物で、これだけ買った、これとこれやっぱ長野といえばキノコだからね。そう、ご飯食べましょう、はい、お腹空いたね、ちょっと、ね、ということでお腹空いたので、はい、いただきましょう。じゃんじゃじゃーん、信州牛です。やばいっす、先生。信州牛ハラミのタレ、うん、タンカルビハラミタンでございます。先日パリに行った時にお世話になったボルドーのレーラからもらったオリーブオイルアリオーリオ、乾杯。乾杯。あ、これ美味しい。あー、めちゃめちゃうめえ。美味しい。美味しい。うん。ありがとう。よっしゃ。乾杯。はい。ありがとうございます。うん。あ、美味しい。これも。美味しいね。なかなかうまい。いい意味でスペースが限られてるから、シンプルにこうやって、野菜がやっぱ長野って美味しいじゃん。うまい。だから、野菜を焼くとか、うん、お肉を焼くとか、こうシンプルに、こう手軽にこう楽しんだ方が絶対に、いいね。なんか凝ったお料理をするのもいいけど、焼き野菜と、いやもうシンプル、うん、お魚焼いたりお肉焼いたりがすごくゆっくり楽しめるなと思ったので、うん、皆さん、あの今日私たちが動画で紹介してるお肉屋さん、うんうんうん、対応がすごく本当に素敵な対応をしていただきました。まだまだ他にお肉屋さんいっぱいあったので、うん、あのタイミングの時間と自分たちがどんなお肉が欲しいかっていうのも調べて、あのお肉と道の駅でねお野菜とか買って、うん、ここに到着するっていうプランとってもいいんじゃないかなと思いました。
めちゃめちゃうまいやん。あくびがうまい。いただきます。すごいね。おめでとう。塩で食べなきゃもったいないって言われました。なるほど。もうやばい、うまそうな音がしたもん。甘い。油はそう、オイリーだけど、うん、結構あっさりしてる。油がいいんだろうね、これ、うん。部屋はこんな感じです。アメニティは環境に配慮し、観光に配慮した竹の歯ブラシでございます。シャワーも完備されてまーす。まだ10時ですけど、寝ます。おやすみなさい。もうめっちゃ朝綺麗じゃん。朝のサウナは無理。じゃない？ちょっと時間ないよ。ねえ、でも絶対気持ちいいよね、朝。あれ？何これ？持ってきたの？これ。これ？うん。これね、違うんで、これここにあるやつ借りれるの。あ、そうなんだ。すごくない？私これに感動しちゃったんだけど。めっちゃいいね。そう、やっぱここで借りれることによって、朝、ほら、サウナ着が濡れちゃうとどうしようかなって思うじゃん。うん。持って帰るときに。うん。ここで借りれるから朝も入れるの。めっちゃ最高じゃないですか。すごいいい気遣いだよね。しかも可愛いし。うん。意外と早く準備できたんで、朝もサウナ入れそうです。10時チェックアウトだから、もしサウナされたい方はちょっと早く起きてやるといいと思います。しゃー、多分結構もう温まってると思うかな。あ、まあまあいい感じやな。ここからですね。朝のサウナ、このサウナ着があるっていうのも本当にいいですね。しかもこの私のターバンに合う。女性は本当にターバンおすすめだよね。女性ターバンおすすめ。いや、男性もだけど女性は本当に特に、あの髪の毛長いと、あの熱からも守れるし、あとちょっとヘアクリームを少しミストとかつけてターバン巻くと保湿になって、帰るとき髪サラサラ、うん、あ、寒いだから結構冷たい。いや、気持ちいいね。うわ、最高すぐるやろこれ。はあ、
コーヒーもありがとう。これがコーヒーが宿泊するとこにあるんだ。ある、うん、ここだね。豆は用意しなくても大丈夫。これもあるんだ。うん、ミルもあって電気ポットケトルもあります。最高ですね。ほんと必要最低限だけども十分の設備ですね。次に作る早いね、木が。でもね、あの白馬の方にもあるんですよ。だから、まあ、次は白馬の方でもいいかも。そうだね。いただきます。いただきます。ちょ、朝食はついてないので、まあ、ご自身でパンなり買ってくるといいのかなと。はい、我が家は家にあったパンと道の駅で買った桃うん、おいしい。おいしい。朝サウナは最高でした。私あの朝のサウナをしてから、うん、サウナが好きになった。うんうんうん。だから結構サウナに挑戦してみたいっていう方、うん、あの朝サウナ、うん、してみるといいかもしれない。はい、そんなわけでお疲れ様でした。最高でした。最高でしたね、はい、また来年も来たいですし、次は白馬にも行ってみたいですね。いや、もう2泊します。次は2泊ですね、はい、隣の人たちは2泊してますね、きっと。そうだね、あれゆっくりしてる感じ。最高な時間ですね、この時間。うん、なんか雨降ったんですけど、雨は雨ですごく良かったなと思いました。うんうん、本当に本当に雨で良かったね。むしろね、うんうん、すごい癒されたよね、雨の音とか。で今から最終目的地の蕎麦屋さん、蕎麦の実、はい、めちゃくちゃ人気ですごく美味しい蕎麦屋さんにですね行ってみたいと思います。私は2回目。2回目、うん、僕はねお宮だけ食べたことがあって、それがすっごい美味しかったんで、実際店舗で食べてみたいと思います。行ってまいります。着きました、蕎麦の実です。はい、うん、こういろんな種類ですね。ざるそば、大ざるそば。ちょっと混んでたので少し待ちます。ここのそば粉がめっちゃ美味しいって。キッチンがそう、あ、買って帰ろうかなと。これは大ざるそばね。私これにしよう、そばざんまいにしよう。今多分門開けで結構空いてるわけじゃないけど、この時間だってまだ11時前なんですけど、結構満席だからね。鴨の燻製でございます。鴨の燻製でございます。はい、天才、めちゃめちゃうまいね、マジで。ありがとうございます。塩で召し上がってください。はい、すごいよ。ワイフナイトさんはエビ抜きです。エビ抜き、おいしい。うまい、本当においしい。塩だけでこんなそばっておいしいですね。世界一うまい理由が分かった。10割も食べてみたいよね。ね、はい、というわけで、1泊2日の長野の旅、とってもいい旅になりました。最高でした。本当に大満足。満足度非常に高いですね。また車中泊ね、僕は行きたいなと思いますし、また長野にも遊びに行きたいと思います。うん、もうここの施設、うん、本当に最高でしたね。アースボートさん、アースボートね、はい、絶対また次いつ来る。早いな。まあでも
行きたいですね、また早い段階で、うん、200、次は200ですね、はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトとワイフナイトでした。バイ。Let's be cold. I'll keep running.